はい、私の大好きなお二人のラジオが始まったことがめちゃくちゃ嬉しいです。掘り下げないでね。一応、先輩後輩コンビですが、一応ってなんだよ、お前。どっちが先輩か分からなくなりますね。ははは、俺もです。さて、第1回でみんなでよく飲みに行くとおっしゃっていましたが、二人だけで飲んだことはありますか？またどんな話をされるんですか？ぜひ聞かせてください。という。二人で飲んだことないね。ないね。ないね。うん。ない。ない。いや、やだ。はっきり言うな。いや、これね、ほんとね、こう、ラジオだから言いますけどね、あのね、下野さんね、こうやってね、あの、ラジオでこう面白おかしく喋ってくれるでしょ、あのね、二人だったりとか飲みの席とかでね、一回スイッチあると本当に真面目なことしか言わねえんだ。そうなんだよね。本当にね、あの、なんかね、こういうね、こう面白おかしい、こう、なんか楽しそうなお兄さんとしているでしょ、それがね、一気にね、全然そういうこと言わなくなるから。そうなんだよね。もう全くそういうのがなくなってね、かけらもそういうのがなく、あのね、いかにこうやってこれからどうやって俺たちっていうものが事務所に対してこうやって何かをアプローチしていくか、そして自分のこれからこういうお前それ全部話すのやめなさい本当に。ええじゃねえよ。本当ムカつくなこいつ。本当です。ただね、いや、うん、俺もね、立つとね、飲みに行くのは、差しで行くのは本当嫌なんだよね。ね。正直言うよ、うん。あのね、違うんだよ。お前ね、喋り口調とかそうじゃないんだよ。力加減が分かんなくなるんだよ、お前。嫌なんだよ、お前の力加減。まあ、ほんとさ、隣で座って前に飲んだ時にさ、ねえ、下野さんね、ガーってやられた瞬間に、ちょっとなんか、すごい、組まれてるけど、痛いんですけどっていう。力加減が分かんなくなるのが嫌ね。書いてあるじゃん。どっちが先輩か分かんなくなりますね、つって。そうだな、一応先輩なんだよ、俺の方がね。知ってる？知っててくれてよかったな！ほんとだよ、みんなを知っててね、下野さんが先輩だよ。そうだよ。業界でも結構ね、その辺のあやふやな人たち多いからね。ついこの間も言われたよ。本当に？本当に言われた。あらまあ。本当に言われたよ。頑張って先輩面して。先輩面かー。先輩面かー。先輩面になっちゃうかー。この人最近酔っ払うとずっと俺に好きって連呼するのが多いんですよ。次のメール行こうかー。だからね、俺的にはね。もう次のメール行こう。逆に俺の方が恥ずかしいみたいな。次のメール行こうか。こんなに俺大々的に告白されることってあるんだと思いながら。なんかね、こんなにも好きって言われるとね、ちょっと、早くメール残しなさいよ、ちょっと。そこになかなかないんだよ、ね。いいから、はい。もういいんだよ、次行くんだよ、はい。こちらですね、あゆみさんからいただきました。ありがとうございます。赤いよ。うるせえな。鈴木さん&下野さん。日焼けかな？こんにちは、日焼けだよ。先日発売された、うん、ランプに火を止